プロビジョニングは本来は準備、提供、設備などの意味であり、現在では通常音声通信やコンピュータなどの分野におけるユーザーや顧客へのサービス提供の仕組みを指す。プロビジョニングの本来の意味は長旅に向けて食料などの確保をすることである。通信に情報技術が様々なレベルで使われるようになり、通信サービスとより 高レベルな基盤との区別は曖昧となっている。そのため、プロビジョニングという用語もデータや技術リソースへのアクセスをユーザーに提供するシステムや様々な企業レベルの情報リソース管理について任意の必要とされるシステムの構築を意味するようになってきている。マネジメントの観点から見れば CIO の監督の下で人事部門や IT 部門が協力して行う以下の ようなことを、プロビジョニングという。プロビジョニングの最も基本的な部分として、組織のリソースとユーザーのプライバシーのセキュリティを確保するために、アクセス権の行使を監視する。次に、法令遵守とシステムの悪用や侵入への体制を確保する。そして、さらには組織内のシステムで使われる、ブートイメージを管理、制御することで、DC o 削減を図ることもある。 プロビジョニングという用語は仮想化、オーケストレーション、ユーティリティコンピューティングといった概念と組みになって使われることが多い。例えば、オアシスのプロビジョニングサービステクニカルコミッティは、XML ベースの各種、プロビジョニング情報交換のためのフレームワークを定義している。それが、SPML であり、組織内、または組織間での ID 割り当て情報や、 システムリソース割り当て情報とプロビジョニングを管理するためのものである。プロビジョニングが完了すれば、そのシステムは期待通りの標準に従って運用されることが保証される。したがって、プロビジョニングはサービス運用の開始までを扱い、その後はシスオペやシステム管理の範疇となる。利用可能なサーバ群からサーバを選び出し、適切なソフトウェアをロードし、 システムを適切に設定したり、サーバ固有の設定をしたり、といった作業をサーバプロビジョニングと呼ぶ。これには、そのサーバを運用可能にするまでのあらゆる作業が含まれる。インターネットサービスプロバイダやホスティングサービス業者は、サーバプロビジョニングを頻繁に行うため、作業をパラメータ化していることが多い。物理的なハードウェアを新たに用意するのではなく、 バーチャルホストを構成する場合が多い。ブレードロジック、IBM、ヒューレットパッカードなどからサーバープロビジョニングを自動化するソフトウェア製品がある。要するにサーバープロビジョニングは組織の要求に基づいたサーバ構成の定義である。ハードウェアやソフトウェアをどのような構成にするかはそのサーバの用途に依存する。冗長構成にするかどうかは 組織がそのサーバの可用性をどう考えているかに依存する。重要なアプリケーションほど、クラスタ構成や RAID などを使ってダウン時間の削減を図る。サービスプロビジョニングとは、ISP が会員ごとに行う作業全般を指す。ユーザープロビジョニングとは、一つまたは、複数のシステムやディレクトリやアプリケーションにおいて、ユーザーアカウントの生成、保守。 削除などを行うことであり、完全に自動化されている場合とそうでない場合がある。ユーザープロビジョニングのためのソフトウェアは、変更電波、セルフサービスワークフロー、統合ユーザー管理といったプロセスに従って動作する。ユーザーアカウントが、具体的に、どういう人に対応するかは、そのサービスの内容に依存する。ユーザープロビジョニングの対象となるサービスとしては、電子メール。 ディレクトリサービス、データベースアクセス、何らかのネットワークやメインフレームへのアクセスなどがある。ユーザープロビジョニングは一種のアイデンティティ管理ソフトウェアである。既存の携帯電話ネットワーク加入者への新たなサービスの構築、提供を指す。GPRS、MMS、インスタントメッセージ、さらにはインターネット上のチャットや電子メールサービスとのゲートウェイなどである。 いわゆるモバイルコンテンツを携帯電話などに提供すること。ありがとうございます。